エカテリーナ・アレクサンドロブナ・ボブロワは、ロシア・モスクワ出身の女性元フィギュアスケート選手。パートナーは、ドミトリー・ソロビエフ。夫は、フィギュアスケート選手のアンドレイ・デプタト。2014年ソチオリンピック団体戦金メダリスト。2010年バンクーバーオリンピックアイスダンスロシア代表。2013年世界選手権3位。2013年欧州選手権優勝。 2016年7月16日、ペアスケーターのアンドレイデ・プタトと結婚した。2019年4月に第一子となる男児を出産した。ロシアのモスクワに生まれ、4歳の頃にスケートを始めた。2000年より、ドミトリー・ソロビエフとカップルを結成。2005から2006シーズンより、ジュニアグランプリシリーズに参戦を果たした。2006から2007シーズン、 ジュニアグランプリシリーズの2大会で連続優勝を飾り、2度目の進出となったジュニアグランプリファイナルでは3位となったものの、世界ジュニア選手権では初出場ながら優勝を果たした。2007から2008シーズンによりシニアに移行し、ISU グランプリシリーズ初戦のスケートカナダでは5位、地元、ロシアで開催された次戦のロシア杯では4位となり、メダル獲得はならなかった。 ロシア選手権では初表彰台の3位。初出場となった世界選手権では13位。2010年にはバンクーバーオリンピックに出場。世界選手権では総合8位。2010から2011シーズン、中国杯でシニアのグランプリシリーズで初めてのメダルを獲得。続くロステレコム杯では優勝を果たした。 ロシア選手権でも初の優勝を果たし、二度目の欧州選手権では銀メダルを獲得した。世界選手権では前年より順位を上げ、6位に入った。2011から2012シーズン、中国杯で優勝。続くロステレコム杯では3位に入り、2年連続でグランプリファイナルに出場を果たしたが、昨年より順位を下げ6位に終わった。 ロシア選手権では2連覇を果たした。3度目の欧州選手権では SD で首位に勝ったが、FD では順位を下げ2年連続の銀メダルを獲得。世界選手権では SD で点灯し9位と出遅れたが、FD はミスなく滑り切り、総合7位。4月にコーチをアレクサンドル・ズーリンに変更した。2012から2013シーズン、グランプリシリーズでは2千連続で3位。 っちで行われたグランプリファイナルではソロビエフが FD の終盤で点灯し5位。欧州選手権は初優勝、世界選手権では3位に入り、4年ぶりにロシアからのメダリストとなった。2013から2014シーズン、グランプリシリーズではロステレコム杯で優勝。グランプリファイナルでは SD で3位となるも、FD でボブソロの靴に、 ソロビエフがつまずき転倒し4位でメダルを逃した。ロシア選手権は4連覇。欧州選手権はオリンピックの準備のために欠場した。ソチオリンピックの団体戦では SD に出場資金メダルを獲得。世界選手権は公式練習中にソロビエフがソケ部を負傷したために出場前に棄権した。2014から2015シーズン、ソロビエフの 半月板の手術の影響でグランプリシリーズは欠場。同様の理由でロシア選手権も欠場を発表した。2月にはシーズンすべての試合を欠場することを発表した。2015から2016シーズン復帰戦のスケートカナダでは銅メダルを獲得。NHK 杯では銀メダルを獲得し、グランプリファイナルに進出。ファイナルでは5位だった。 ロシア選手権では最多5度目の優勝を果たした。3月7日、欧州選手権のドーピング検査により、禁止薬物のメルドニウムが検出された。3月8日、ISU より出場停止処分を受け、出場を予定していた世界選手権を欠場。4月25日、和田によりメルドニウムの対外排出期間への科学的な根拠が足りないと判断された。 ボブロワには過失がないとされ、出場禁止処分が解除された。2016から2017シーズン、ロステレコム杯で優勝。グランプリファイナルでは4位。ロシア選手権では最多優勝記録を6に伸ばした。欧州選手権では2年連続で3位。4年ぶりの出場となった世界選手権では5位。2017から2018シーズン、 ロシア選手権で3年連続最多7度目の優勝を果たした。欧州選手権では前年より順位を上げ銀メダルを獲得した。ピョンチャンオリンピックの団体戦では銀メダルを獲得し、個人戦では2大会連続で5位だった。2019年7月8日引退を発表した。ありがとうございます。